でね、森重が三浦さんに振られてからひろこにしつこくメールしてくんだって。何それ、気持ち悪。松崎さんも別れたらしいよ。あ、そうだ。ねえつぼみ、帰りカラオケ行かない？え、あ、ごめん、今風邪気味なんだよね。バスで。え、そうなの？たまには遊ぼうよ。やっば、鼻水がもろに出ちゃった。ねえ、歌わなくてもいいから一緒に行こうよ。また今度ね。ねえ、ティッシュ持ってる？持ってない。私、ゴミ捨ててくるから掃除用具しまっといて。私らも行く。だらだら歩いて時間潰そう。あ、なんで顔隠してんの？うん、なんでもない。何？ちょっと程度貸してよ。やばい、この二人に私の鼻水マックスな顔面を見られたら。昨日の高根つぼみの鼻水写メ見る？うわ、すごい。やば、さすがにないわ。絶対にこうなる。あの、そこの二人、なんか先生が呼んでたよ。あ、だる、めんどくさ。待って、つぼみちゃん。ごめん、今ちょっと。はい、ティッシュ。助かりました、モブくん。あ、うん。てかさ、私たちなんか話すの久しぶりじゃない？うん、ありがとう。じゃ、またね。またね。ああ。